中国は他人への敬意が不足しているように思います。中国人が他人からの尊敬や認識を得たいなら、まず自分たちの行動を変えることが大切です。最近、ある有名スポーツスターの記者会見での発言が中国人を怒りに駆り立てています。そのスポーツ選手は、中国の記者たちの無礼な言動に対してこのようなコメントをしたと言われています。一体、その場で何が起きたのでしょうか。今から詳しく見ていきましょう。エドモントンのテクニシャン、氷上の王子、カナダ選手権、ゴールデンスピンザグレブ大会、ネーベルホルントロフィー大会で優勝し、カナダのトップフィギュアスケート選手として君臨しているキーガン・メッシングに常につきまとう肩書きです。カナダのエドモントン出身で、彼は1992年生まれで、多くのフィギュアスケート選手が全盛期を迎える20代初頭には、それほど注目されていませんでした。英国国際ジュニア選手権で13位になった彼の潜在能力を期待する人々はほとんどいませんでした。しかし、2018年のネーベルホルントロフィー大会での優勝を皮切りに、GP スケートカナダ2位、ゴールデンスピンオブザグレブ1位など、彼の才能は夕暮れの時期に花開き、多くの人々に感動を与えました。それ以来、彼はカナダを超えて全世界の人々にとって、人間の勝利を代表する人物として記憶されています。彼はまた、2019年のオータムクラシック大会で羽生結弦選手の金メダル獲得を祝う素晴らしいスポーツマンシップを見せたことでも有名です。実は彼と日本との間には特別な縁があります。日本は私の第二の故郷です、と語り、自身のルーツに日本があると明かしたのです。彼の曾祖父がカナダ初の日本人移民だったのです。彼自身、自分のルーツが日本にあると知り、日本への愛情が湧いたといいます。東京で開催される全国大会で最後のパフォーマンスをしたかった彼は、北京オリンピックでの引退計画を延期することさえ考えました。そんな彼が最近、引退記者会見で衝撃的な発言をしたのです。その一部始終は以下の通りです。記者会見が始まり、彼の人生や現在の感情についての質問と回答で良い雰囲気が続いていました。しかし、ある中国の記者から、最近、中国のフィギュアスケート界には優れた選手たちが多く登場した。あなたが知っている中国の選手は誰か、という質問を受けたところで、記者会見の雰囲気は一転しました。その中国人記者は、有名なスポーツスターの記者会見を利用して自国の選手たちを宣伝するつもりだったのです。しかし、キーガン・メッシングは困惑した表情を浮かべながら、すみませんが、ここは私の引退会見ですから、それに関連する質問をお願いします、と丁寧に回答を拒否しました。それを聞いた中国人記者はさらにしつこく、中国はスポーツ強国だから、あなたが注目している中国の選手がいるはずだ、と騒動を起こしました。その中国人記者は、周囲の視線や警備員の制止にもかかわらず、席を譲ることなく、引き続き現場に泊まりました。結局、キーガン・メッシングはため息をつき、中国は多くのスポーツで優れたパフォーマンスを発揮しており、フィギュアスケートも例外ではありません。その分野には多くの才能ある選手たちがいると聞いています、と言い、中国人記者の興奮を鎮めようと努力しました。多くの中国のスポーツ記者たちは、様々な重要な記者会見に出席しては、関連性のない質問を投げかけて迷惑をかけることで有名です。過去、中国サッカーの希望であった東方卓がイギリスのマンチェスターユナイテッドに移籍する際、世界各地の記者会見で東方卓を知っているか、という中国人記者たちの質問が絶えなかったと言います。もちろん、東方卓はマンチェスターユナイテッドで1試合だけ出場した後、解雇され、全世界の人々から嘲笑を受けたこともあります。このような中国人たちの行為が数十年間続き、海外では中国人記者を相手にするマニュアルが存在することもあります。そのマニュアルの内容は、中国人たちが望む答えを出せ、というものです。そんな中、キーガン・メッシングも仕方なく中国人たちが望む答えを出したのです。しかし、中国人記者は彼の回答に満足しなかったのです。中国人記者は、あなたが知っている中国のフィギュアスケート選手を一人だけ名前を挙げてください、と、しつこく回答を求めました。しかし、次に続くキーガン・メッシングの答えは、現場にいたすべての人々を困惑させるには十分でした。彼は、正直に言いますが、中国の選手たちの名前は一人も知らない。僕は基本的に一緒に試合をした人々の名前を全部覚えているタイプです。2018年のスケートカナダの宇野昌磨、チャ・ジュンファン、2019年のオータムクラシックの羽生結弦、ケビン・エイモズなど、彼らは競争相手でありながら、フィギュアスケートのエコシステムで共に生きていく仲間でもある。
彼らが僕を仲間として尊重し、僕も彼らを尊重するために名前を覚えていると述べ始めました。実際、彼は一緒に表彰台に立った選手たちと仲良く、美しいスポーツマンシップを示していました。そして続けて彼の言葉は、中国人記者を困惑させました。キーガン・メッシングは中国人の記者を見つめながら、過去15年間、数々の大会に参加し、中国の選手たちとも何度も出会いました。しかし、中国の選手たちには一つの共通点がありました。それは、他者に対する尊重がないということです。フィギュアスケートは、その特性上、各競技場に適応するための時間が必要です。そのため、大会参加者たちは時間を分けて該当競技場で練習をする必要があります。しかし、中国の選手たちは競技場を使った後にゴミを残したり、競技場に水をまいて他人が該当競技場で練習できないように妨害します。私は中国人に対する偏見を持って話しているわけではありません。2019年の世界選手権でも、2021年のフィンランドトロフィー大会でも、中国の選手たちが使った競技場のゴミを何時間もかけて掃除しました。中国の選手たちは他の選手たちに対してスポーツマンシップを示さないので、私も彼らを尊重する必要がないと思います、と述べ終えました。実際、多くのフィギュアスケート選手たちは中国人たちの妨害行為に舌を巻き、試合の結果に関係なくハグや握手をする温かい場面は、中国の選手たちからは見られませんでした。氷上の王子とも呼ばれるほど、マナーが良く礼儀正しい彼が、中国人の記者の前で怒りを抑えずに声を上げたことに、多くの人々が驚きました。特に、キーガン・メッシングが選んだ後継者、世界が認めた中国の新星といったタイトルで記事を書くつもりだった中国人記者の計画は完全に狂い、困惑しました。最初に目指していた目的の達成が不可能になったにもかかわらず、中国人の記者は諦めませんでした。その中国人記者はキーガン・メッシングに日本の国旗を掲げたのと同じように、中国の国旗を掲げて1枚だけ写真を撮ってもらえますか、と頼んだそうです。西洋人を好む感情が規定にある中国では、数年前にカナダのスポーツスターが日本の国旗を掲げる姿に大いに羨ましがったといいます。しかし、キーガン・メッシングの次の発言に中国人記者は記者会見場から出ていくしかなかったのです。日本人のスポーツマンシップと相手に対する尊重は世界一だと思います。しかし、私がその時日本の国旗を掲げたのは、単純に日本の選手への尊重から来たものではありません。私の両親は日本人の血を受け継いだ日本系移民で、私自身もその事実を知り、日本人の血が混ざっていることに大いに誇りを感じています。それで、誇りを持って日本の国旗を掲げることができたのです。しかし、中国の選手たちは他の選手に対する尊重がなく、私には中国との接点は全くありません。世界中の人々から認められ、多くの人々が好む日本の国旗は10回、100回と掲げることができますが、私が中国の国旗を掲げ、彼らの宣伝モデルに転落する理由は全くありません。今のあなたの発言は、試合の結果や対戦相手の能力を認める崇高な心と、私が誇りに思う第二の祖国、日本への敬意を、単なる記念写真撮影に貶める行為です。私の記者会見場から出て行っていただくことをお願いします。キーガン・メッシングは日本の選手との相互尊重だけでなく、自身に日本人の血が流れているという事実についても自慢に思っている一方で、中国とは何の接点もないと再度説明しました。彼の言葉に何の反論もできず、中国人記者はそのまま出て行かざるを得なかったとのことです。中国人記者が去った後、記者会見は再び引退後の計画に関するインタビューが行われ、良い雰囲気で終わったといいます。彼が日本系カナダ人であることが知られると、多くの海外ネチズンがこれに注目しました。彼らは、彼が日本とそのような関係を持っていることは知らなかった、彼の礼儀正しく素晴らしいマナーは、日本人の血から来ているようだ、これからは記者会見場への中国人記者の出入りを禁止すべきだ、と反応していました。一方、彼は記者会見後に日本を直接訪れ、日本の文化を楽しみ、自身の母親と一緒に高祖父の墓を訪れて、自分のルーツが日本にあることを忘れないように努めているとのことです。今日の映像はここで終わりにします。ご覧いただきありがとうございました。